皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。初心者はこれ引けシリーズ、記念すべき第1章の動画でございます。僕とあなたのサクセスストーリーがこの動画からスタートするわけでございますよ。頑張って編集をしていきましょう。先ほどお知らせさせていただいた通り、この第1章では中島みゆきさんの糸という超名曲を一緒に練習していこうかと思います。ちょっとね、初めてだからさ、覚えることが多くて大変だとは思うんですけれども、頑張って乗り越えていただければ、幸いでございます。ではあれ実練習スタートと言いたいところなんですが、ちょっと一回ギター置きましょうちょっと一回張り切ってギター持ってたと思うんですけど、ちょっとギターを一回置きましょう。でメモ用紙とペンを用意してください。ちょっとそういったところから今日の動画はスタートします。まずギターを弾く前にメモ用紙を用意してください。でコードのダイアグラムというものがあります。コードダイアグラム。この書き方を一緒に練習して6個のコードを覚えていきます。この曲では6個のコードをバーンと弾いていくんですけども、この6個のコードをプリント用紙で配るんじゃなくて、一緒に手を動かして覚えていきましょう。手を動かして覚えていきます。メモ用紙とペン、何かしら用意してくださいませ。で、できる限り綺麗な方がいいと思います。今日メモったらね、多分それをしばらく使うと思うんで、できるだけ綺麗なものを用意していただいた方が良いかと思います。用意していただいたら、ちょっと一緒に行きましょう。まず、ダイアグラム。どういうものかと言いますと、さーっと書いてみると、こんな感じのもの。まあ、教則本とかね、楽譜とか見たらね、なんとなく見たことあると思うんですけども、こういうやつ。一緒に書いてみましょう。失敗してもいいです。まあ、10回ぐらい失敗すれば、もうそこそこ綺麗に書けるようになるから、10回ぐらいまず失敗しましょう。縦線をベーンと引きます。縦線ベーンつって。で、上からまたこう横にベーンと行きます。ベーンつって。若干ね、縦線よりもね、少し気持ち短めの方がいいです。で、こっから線を同じ高さまで下ろします。で、こっからね、ちょっとね、ポイント。5本線を引くんですけども、できる限りこう均等になるように5本線を引いていきましょう。ここね、ちょっとむずい。意外とね、このいびつになっちゃったりするんだ。線はバーンといったら縦に5本して、つまり横線が6本できるように、引いてあげましょう。もう一回やってみましょうか。縦線ブーンといって、横線ブーン、下に下ろす。で、5、2、3、4、5。こんな感じ。余分なところは消しちゃって。こんな感じ。これがダイアグラムの、ベースです。で、今回の動画に関しては、こっからさらに縦線を2本追加します。こんな感じ。できる限りこう均等になるように仕上げると見た目も良くて、なおかつ見やすく、なるかなという感じでございます。何回かやってみましょうか。メモ用紙にたくさん書いて、ちょっと練習してみてください。うまくいけば、うまくなれば、もう本当にささっと書くだけでも綺麗に均等に書けるようになります。縦線があって、横線があって、縦線があって、1、2、3、4。あ、これちょっと失敗したな。ホワイトボードの角度がね、むずいんですよ、これ。こんな感じ。できた。で、ここにね、丸を記入していくんですけれども、ちょっと、一つ、ちょダイアグラム新しく書いてください。ダイアグラムババン書いてください。一つ。で、一つ用意していただいたら、まず、丸を三つ書き込みます。丸を三つ書き込みます。それをどこに書き込むかというと、ここ、と、ここと、ここ。で、その下に G と書いておいてください。これが最初の G というコードです。上の、この一番上の線の、この3個目っていうんですかね。なんて言えばいいかわからないですけども、本当もこの通り書いてください。この通りメモってください。C。で、その次は、Am にしましょうか。Am。こうしましょう。で、大文字の A に小文字の M、Am と読みます。こんな感じでメモってください。できましたでしょうか。で、ここからね、もう少しプラスアルファでいきます。この G の、ここの線のところ、この伸びてる棒の、ここの延長線上ですね。この伸びていく棒のこの延長線上のところ、ここのところに丸を書いてください。この線は付け足す必要はないです。位置的にここに書いてほしいということ。で、この Am に関しても、ここに丸、ここに丸、そしてここに×。こんな感じで書き写してください。
手を動かして覚えるわけですね。できましたでしょうか。で、ここから、今 G と A マイナー行きましたけども、あと4個行きます。ちょっと僕がすごい書きづらいんで、ちょっと一回消しますね。皆さん消さなくて大丈夫です。そのまま新しいダイアグラムを書いて待っててください。あと4個行きます。次のダイアグラム。ペペッ。ポイ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 。次のダイアグラムはこんな感じです。ちょっともう見た通りに、書き写してください。B マイナー。見た通りに書き写してください。こんな感じ。B マイナー。で、その次はこことこことここ。そしてこことここ。A で×。C。ゆっくりですよ。ゆっくりで。焦らなくていいですよ。ちょっと待ってくれと思ったら動画止めれば大丈夫なんで、全然焦らずに、間違えずに書き写していただくことが、最優先でございます。間違えずに書き写す。まあ間違えてもいいんですけどね。後で直せばいいから。こんな感じ。E マイナー。できましたでしょうか。ババン、こちらを書き写してください。必要であれば今一時停止をしてください。一時停止、ポチッ。できましたでしょうか。このコードを、今から練習していきます。今回の動画はこの6個のコードを、覚えることが一番です。で、先にちょっとお話をさせていただきますと、その僕のこのレッスン方針として、その基本的にね、その間違えていく、スタイルです。間違えていくスタイル、いや間違えないのが一番なんだけども、ね、間違えた数だけ上手くなれるっていう方針なんで、どんどん間違えましょう。弾くのを間違えてもいいですし、書き写すのを間違えてもいいですし、別にその正解にこだわらずにね、もうどんどん間違えてた方がね、その自分の糧になるんですよ。なんでもそうじゃないですか。受験勉強とかね、その試験とか、なんかいろいろテストとか、たくさんありますけど、模試試験とか、そういったものでこうたくさんして、成功したら嬉しいけどね、いろいろこうね、間違えたりとかすることで、人ってね、強くなったり、賢くなったりとかするんで、どんどん間違えていきましょう。そんな感じ。ではでは、6個のダイアグラムメモっていただいたところで、実際にやっと7分目にしてやっとギターを構えて、練習に行こうかと思います。パパンパパン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 。カポタスト、このカポタストを3フレットに当ててください。ここです。パコン、1,2,3 個目のこのところに当てはめてギターを弾いていきます。で、この時に3フレットでちょっと幅があるんですけれども、こういうところではなく、できる限りそのね、自分に近い方にね、当ててください。カポタスト。このフレットっていうこの銀色のパーツの真上はまずいんですけれども、この銀色のパーツのちょっとこの近いところ、ギリギリ狙わなくていいです。近いところでいいです。できるだけちょっと自分よりと言いますか。この辺で大丈夫。で、このカイザータイプのカポだと、あんまりこう下が出っ張ってると、ここの部分が結構邪魔臭かったりとかするので、ちょっと上目に、押さえてあげると、いいかなと思います。こんな感じで、3カポ。3カポなんて言い方をするんですけども、カポタスを3にはめて、3フレットに当てはめて、練習をしていきましょう。ではでは、レッツスタートでございます。まず、ちょっと僕がですね、その何指でどこを押さえてくださいっていう話をするので、それを順番に実践していってください。まず、中指。いきます。中指。左手の中指。中指を5弦の2フレットに行きます。5弦の2フレット。どういうことかと申しますと、細い方から1、2、3、4、5本目の弦の1、2個目。という感じです。5本目の弦の2個目。5弦の2フレットって言い方をします。よかったら一緒に口に出していってみましょうか。5弦の2フレット。5弦の2フレット。中指が5弦の2フレットです。できましたでしょうか。その次、薬指で6弦の3フレットに行きます。6弦の3フレット。一番太い方の弦ですね。6弦の3フレット。で、最後に小指で1弦の3フレットに行きます。1弦の3フレット。一番細い方の弦ですね。3フレット。こんな感じ。で、全部の弦は右手で何指でもいいです。親指でも人差し指でも何でもいいんで、バーンと弾いてみると、こんな音がするはず。でも最初はまずしない。と思います。大体。うっそーみたいな感じに、なってるかと思います。最初はね、誰でもそんなもんです。いいですね。もう第一歩目の失敗でございますよ。やったー、コードが抑えらんねえ。やったー、できない。
やったできないことはガッツポーズやったこれから練習してできればええねんもうできるようになればいいねんサクセスストーリー始まりましたよこれからサクセスするんすよいきなりサクセスしたらストーリーじゃないからねこの失敗してるところからスタートするんすよいい感じでございますまあちょっとこうねえ本当にっていうないんだと思いますえ本当にこれマジで言ってんのみたいな、でも最初はね行動をきれいに鳴らすということよりも行動を抑える場所を覚えるということがまず超大事なんで、ならなくていいです。ならなくていいです。ただその押さえ間違い、違うところを指置いてしまったりしないように気をつけましょう。そこがね、まず第一ステップです。まず覚える、その押さえるべきところを覚える。押さえるべきところを覚える。で、ちょっとね、二つ目のパターン。この G コードって言うんですけども、G コード。G コードに関してはね、もう一個押さえ方があります。今、人差し指が余ってる押さえ方なんですけれども、人差し指を使って、今度は、この小指が余るパターンという押さえ方もあります。人差し指が5弦の2フレット。中指が6弦の3フレット。そして薬指が1弦の3フレット。この押さえ方でも OK です。このパターン B の押さえ方でも OK。でもさっきのこのパターン A の方がおすすめではあるんですけども、ちょっとむずいと思います。でも後々考えたらこのパターン A の方が応用効くんでおすすめとしてはパターン A なんですけどもちょっとこれは時間かかるぞちょっといきなりへこみするぞっていう方は全然パターン B に切り替えても全然大丈夫ですどんどんハードル下げていきましょうどんどんハードル下げていきましょううまくできそうだったらパターン B できたならばパターン A にチャレンジしてみてください、このコードが G です G コードでございます覚えましたでしょうか G コードこれからもうアルファベットの G という文字を見たらもうこの形を思い浮かべてください G と言われたらはっつってこう条件反射でこう、ね、指が動いてしまうぐらいもう G コードを体になじませるんです G コード、そんな感じですこれが G です G その次ちょっと A マイナー行ってみましょうか A マイナー行きます人差し指で2弦の1フレットですよかったら一緒に声に出しながら行ってみましょうか2弦の1フレット2弦の1フレット人差し指が2弦の1フレット。中指が4弦の2フレットです。4弦の2フレット。1、2、3、4本目の弦の1、2個目。4本目の弦の2個目。薬指が3弦の2フレットいきます。中指のすぐ下ですね。3弦の2フレット。3弦の 2個目。3弦の2個目。で、また右手と同じように何指でもいいんで、ビャーンって弾くと。こんな感じの音が鳴るはずです。でもまあこんな感じのプツ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 って音がまあなるかと思います。どんまい。そういう時もある。そんな時もある。どんまい。どんまい。何度も言いますけども、押さえるところを覚えることが大事です。これが A マイナーということです。さあ G どうぞ。さっきやった G をどうぞ。パターン A でもパターン B でもどっちもいいです。さあ G をどうぞ。ってなると、ちょっと待てよーちょっと待てよーとなりますね。いいんすよ、いいんすよ。それでいきましょう、それでいきましょう。最初は G と Am をまずちょっと繰り返していきましょう。G と Am。うほーって感じですよね。マジでみたいな。ほんと言ってんのこれマジで。ほんとできるやんのマジで。ちょっと、早速心が折れそうなんだけどっていう方もたくさんいらっしゃるかと思います。最初はそんなもんす。大丈夫、大丈夫。自分を信じてどんどん頑張りましょう。大丈夫です、大丈夫です。で、今、G と Am を押さえていただいたんですけれども、ちょっとね、さっき書いていただいたダイアグラムをね、少し見返していただいていいですか。ダイアグラム。今、この G と Am、2つ引きました。どうでしょうこの図の見方。なんかピンときます。ピンときますか?この横線がね、それぞれね、この弦になってるんですよ。弦になってるんです。だからここはその6弦の3フレットであって、ここは5弦の2フレットであって、ここが1弦の3フレットであると。わかります?なんか見えます?ピンときた人は、ああなるほどねってなったかと思います。ちょっとね、っていう人はね、少しよーく図を見比べてみましょう。よーく図を見比べてみましょう。この、ギターの、その、なんだろう、その、こういうところに、アウトドード、ひっくり返ったっていう感じの見方でするので、押さえているところが、このひっくり返ったって感じに見ているので、ちょっとこの分かりづらいかもしれないんですけども、逆に見てしまうかもあるんだけども、このひっくり返った状態をイメージしてやってみてください。
6弦の3フレットがここです。で、ここで2フレット、1弦の3フレット、そう、こうか、こう見ればいいんだ、こう、こう、こういうことです。こうなる。で、G がおー G、 こう A マイナー G、どう、わかる、見える、伝わる、私のこの気持ち、見え、見てる、伝わる、これが G で、これが A マイナー、どうよどうよ、おー、いろいろと危険だ、危険だ、機材がいろいろ危険だ。こんな感じの、見方をしていきます。これがそのダイアグラムっていうやつでございます。あの動画見終わった後にね、あのまた動画見返すの大変なんで、このダイアグラムを見ればコードの押さえ方を思い出せるように今書いていただいたんですけれども、ちょっとこのダイアグラムの見方もこれからずっと使っていくので、早い段階で、慣れていただけると嬉しいです。こんな感じ、 G と Am で、それが分かってしまえばね、あとはダイアグラム見ながら自分で練習できるとは思うんですけれども、ちょっくら、もう少し続けていきましょう。曲に入ります、曲に入ります。今 G と Am を押さえていただきましたけども、曲に入りましょう。のところ C というコードが入ります。 C いきましょう。 C よかったらさっきのメモしていただいたダイアグラムを見比べながら、C チャレンジしてみてください。まず人差し指が2弦の1フレットです。人差し指が2弦の1フレット、そして中指が4弦の2フレットです。4弦の2フレット、そして薬指が5弦の3フレットです。5弦の3フレットで、また右手の親指でブンブンブンと弾いていきます。そうするとこんな音が鳴るはず。どうでしょう、できましたでしょうか。さっきやった G、 CG、 一つ一つ弾いてみましょう。 G、 C、 G ちょっとおいおい待てよって感じがしたと思うんですけども、ゆっくりやってみましょうか。 G から C で G、 押さえ方どっちもいいです。パターン B でも OK です。こんな感じ。これが一番最初のなぜ生きてゆくのかをのところです。なぜ生きてゆくのかを、こんな感じ。いやー大変ですね。 G と C しかやってないけども、おーこれは大変だって感じになったかと思います。とりあえずね、あの、このダイアグラムの見方と、その、なんとなくこのコードを弾くということ、この二つを慣れていただけるとね、あの、この動画の中では、その僕は目標達成って感じがするので、とりあえずまあここを何回も何回も繰り返して頑張ってやってみてください。とりあえずまあ G と C をひたすら繰り返す。できる限り早くコードチェンジができるように繰り返していく、繰り返していくという感じでございます。この G と C の、コードチェンジがうまくいったら、次の動画で、また次のパートといいますか、違うところも一緒にこうね、バーッと練習して、違うコードも一緒に覚えていきますので、これがうまくできたよっていう方がいらっしゃいましたら、次の動画へまず進んでみてください。でも、大方の方は、ここで、かなりつまずいてると思うので、ちょっと一緒にこのコードチェンジの練習をしていきましょう。使うコードはさっきやった G と C だけです。この G と C をひたすら繰り返しながら、ちょっと僕の話を聞いてください。その画面の向こうでひたすら繰り返してください。G はこっちで、C は、こっちです。で、G は、こっちだ、こっちで、うーしゃーみたいな感じで。ひたすら繰り返しながら僕の話を聞いてくださいませ。とりあえず、最初は、覚えなきゃいけない段階の時は全然気にしなくていいんですけれども、とりあえずこの第一ステップ。そうだな。第一ステップ。まずその、どこを押さえなければいけないのかを覚える。G を押さえるときに、ここで、正解、ピンポンピンポンは OK。ただ、ここで G を押さえるときに、G は、こっち行って、こっち行って、G ってこっち行って、これで C、ピンポンピンポン、ブブブブ、これは C です。っていうのはないように。まずそのね、コード、それぞれどこを押さえなければいけないのかを覚えるが第一ステップです。第一ステップ。で、その第一ステップができたならば、その次は、できる限りいっぺんに押さえるという練習をしてみましょう。最初は順番にこっち行って、こっち行って、こっち行って、よいしょ、こっち行って、こっち行って、
あっち行って、よいしょって感じの、もうね、3ステップ、4ステップぐらいやってると思うんですよ。でもそうじゃなくて、G と言われたならば、グーレイトーン !C と言われても、グーレイトーンって感じで、この、わ、しょい、しょいじゃなくて、グーレイトーンって感じで抑えるように練習をしてみてほしいんです。意識をするというか。いっぺんに抑えるという意識をしながら、練習をしてみてください。でいっぺんに抑えるためには当然ですけれども、抑える前からある程度この形ができてなければいけないんですよ。このスタンプみたいな感じで G のコードを抑える前からある程度この形を作っておいて、そのまま下ろしていって弦に触れるという動作が必要なんです。形 A、パターン A でもパターン B でもどっちでもいいんですけども、この形を作ってそのまま下ろしていってよいしょとする。なのでこの押さえる前からね、ある程度この形を作るような感覚を身につけるとすごく嬉しいなという感じでございます。ちょっと頑張って練習してみてください。で上手くなってきたならば、この例えばにぎにぎするような感じでコードを押さえて、G コードを押さえました。でこのまま軽く浮かせます。軽く浮かせます。この指板、このフィンガーボードって言い方するんですけども、ここから軽く浮かせます。こんな感じで、でこの軽く浮かせても指をキープする、指の形をキープする。で、そのまま下ろす。G コード、まず押さえたらば、そのまま軽く離す。指の形はそのままで、崩れないように、崩さないように。で、離したらば、そのまま下ろす。C コードにも関しても同様。C コードまず押さえます。作ります。で、そのまま軽く離します。形はそのままで。形がずれないように、ぶれないように、崩れないように。で、またそのまま下ろす。下ろす。下ろす。下ろす、下ろす。こんな感じでね、このニギニギするような練習を一緒にやっていただくと、すごい良いかと思います。とりあえず G と C で、ひたすらこのコードチェンジの練習をしてみてください。なんとなくね、その、あ、こういう悩みがあるのか、こういう課題があるのか、はい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 、分かったよ、頑張るよ、俺は、っていう風になった方は、次の動画に進んでみてください。もうちょっとコードチェンジを練習してみようかなっていう方は、この動画が終わったら、しばらくこうニギニギ、練習を続けていただければ、幸いでございます。まあ簡単そうにやってるけど結構むずいっすよ。普通にちょっとつまずいて全然普通です。つまずいて普通です。俺才能ないのかなとかって思わなくて大丈夫です。普通です。大丈夫です。そんな感じで、ちょっと皆様のペースに合わせてこれから先をね、どんどん進めていただければ幸いでございます。それではうまくできたら次の動画へ、それともちょっと練習したければ、そのまましばらく続けて練習をしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。頑張って練習してみてくださいませ。それではグッバイ、さよなら。